テイステイス、聞こえますか？聞こえる？聞こえる？みんな。どれかな？はい、どうも、わざつです。どうも、音出た、ありがとう。アイテムありがとう。お茶爆ありがとう。メリクリー。今日はですね、2018年12月25日、4時39分です。よろしくお願いします。イエス・キリストの誕生日ですね。どうも、わざつ。どうもどうも。どう？恋人たちと過ごしてる？いいクリスマス。寂しい感じになってない？みんなは。いいね、ありがとう。どんな感じよ、どんな感じ。拍手ありがとう。どんな感じですか、皆さんは。恋人いる？恋人ちゃんといる？いますか。パチパチありがとう。ウファーだよ、今日メリクリだよ。ダメだよ、ちゃんと恋愛しないと。寂しい感じになってんの。え、みゆきちゃん一人なの？そうなんだ。寂しい感じか。じゃあ俺が 寂しさ紛らわせますか。どうですか皆さん。仕事仕事仕事。なんか終わったら我が子にスリスリする。ああ、いいね、そういうのね。なんかさ、届いてるんだよね、不在伝票が。不在伝票届いてるんだけど、着払いなんだよね。152万円って書いてあるんだけど、152万円の着払いとかあり得る？ お前さ、クリスマスにさ、着払いで152万円って、お前さ、捕まりたいのか、リスナー。152万円の 着払いってそんなのできんの？ 152万円って書いてあるんだけど。まあ、ほんと、いい加減にしなさいよ、ほんとに。やっていいことと悪いことがあるでしょ。何なんだろう。152万円。そんな金ねえよ、バカ野郎。着払いヤマトで何なんだろう、これ。いや、152万円って書いてあるよ。商品のところに152万円って書いてある。払えるわけねえだろ。バカだろ。住所も書いてあるのか？いや、住所っていうか、和道って書いてあるから。何なんだろう。152万。着払い、その他。商品名書いてないんだよね。何なんだろう。着払いで俺なんか買ったかな？なんだ？中身空っぽ？何それ？何なの俺のメリークリスマス。いや、俺何も買い物してないよな。やっぱりリスナーからだね、これ。着払いでさ、クリスマスプレゼント送ってくるリスナーってどうなの？もう神経疑うんだけど。意味がわかんねえよな、マジで。正式な手紙？いや、違うでしょ。手紙は、郵便局の独占だから、ヤマトが着払いでやってる時点で、普通の商品だね。嫌がらせなのか何なのかわかんないけど、152万って書いてあるよ。見る？見せていい部分が、ほら。支払いでしょ？152万円って書いてあるでしょ？ 152 万円って。バカだろ。本当に。ヤマトに問い合わせしてみるか。あ、そんなのしょっちゅうだよ、本当に。
慎吾さんとか鮫島さんとかそうだね。リスナーが自分でワドの家、いやだって黒猫ヤマトも不在伝票だもん。これさすがに公文書偽造とかになるでしょ。公文書ではないだろうけど、さすがにそこまでやらねえだろう。まあ明日税金をヤマトでやらないでしょ。いやこれ犯罪で捕まるレベルだよね。まあちょっと聞いてみるか明日ヤマトに。もう夜中だから。でもさ、あのプレゼントだとしても着払いでプレゼント送るのはダメでしょ。配信者に負担をさせたらダメっていうのがリスナー間の暗黙の了解だったじゃん。問い合わせしても配達員中身まで把握できないと思う。重さとか聞けるじゃん、ある程度の 重さどうとかさ、なんかその辺までは多分対応してくれると思うから。ちょっと家に呼んで、150万なんてないと、でその訴えるから個人情報、その手紙の主の個人情報をよこせっつって、いたずらしたやつこの配信見て不安になってるの。だってさ、リスナーが逮捕されないわけないじゃん。あのただ配信者はニュースになったりしやすいだけで、リスナーはサイレントで捕まってるよ。だってさ、予算の偽造紙幣の件だって犯罪なのは印刷をしたやつが犯罪者なのであって、使った予算は無罪だったじゃん。だからあの偽造紙幣作ったやつ、あれ逮捕されてるよ確実に、強く出た方がいいぞ。本人は捕まらんと思ってるから。いやいやバカでしょ、ただのガキでしょ。全然捕まるからね。そんなに日本の警察甘くないよ。いや普通に152万、わかんないよ、152万のもの中開けたら1億円入ってるかもしれないから。いやすごいっていう、そのなんかすごいことになるかもしれないじゃん、逆を言って。ワセリン塗り塗り、冬は乾燥するからね。いやさすがに俺笑ったよね。だって本当に書いてあるんだよ、152万円着払いって。笑うっしょ、ほら152万円って、ほらバカだろ。暇、平和だよな、平和。ワドならゴミ箱に捨てると思ったら大間違いだぞ。いたずらしたやつ謝ってるなら今のうちだぞ。何なんだろうね、着払い。着払いでこんな高額ってできるんだな、それにびっくりしてるわ。まあまあ面白そうだから問い合わせようよ。俺あんまいたずらされない方なんだけどね、今までね、実害っていう実害リスナーから嫌がらせされたことないんだよ。こんだけアンチが多い配信者なのに意外とね囲われなんだよね。意外とコメントではぶったたかれるんだけど、あの全然実害ない。今まで変な配信者とかあるよ、ミュウツーとか、ないね。不思議だよね、リスナーは意外とね、あのよくしてくれんだよね。じゃがい、あそういうの一切ない、一切本当にないの、びっくりするぐらいない。だからね、意外とみんな優しいんだなぁなんて思うんだよね、本当に。あ意外と優しいんだみたいな。お疲れ様です。予算とか砂利とかが家に届いたりとかあったけどな。組長結婚した、へえ。いや役中でしょあれ、来年逮捕されると思うよ、あの俺の読みだと。あれは完全にポンチュン抜けてないでしょ、あんなクマガンガンやってわけわかんないこと言ってて。
3やめてねえだろあれ。だって出てきたばっかりの頃あれじゃん、あの顔色良かったじゃん。またさパキパキになっちゃってさあの寝てないからクマげっそりなのに、クマげっそりなのに超元気なの。典型的なしゃぶ中でしょ。いやあれはあの女誰なの、あれ古いよ。もう俺が配信始めた時からコメント書いてたから、ニコ生で小持ちの AF。 朝比奈東京行ってるのかな、和道絡みある、絡まないでほしいかも。朝比奈ちゃん知らない、絡みはあんまりないけど挨拶する程度かな。一回その家の前に来た時があってお茶したことは一回だけあるけど、あんまり絡みないね、うん、なんで絡まないでほしいの。まあ、絡みがないけど、いやいやいや、もともと役中じゃないけどシャブ付けにされたんじゃないの、鬼滅セクしちゃったんじゃないの、メンヘラだから。いいじゃん、まあ来年逮捕確定であんなの。あいや虚言がやばいって言われてもね、うん、虚言がやばいって言われても、うん、配信は全部ネタだよ。配信は家の前にいきなり来たの、朝比奈ちゃんが。いや違う違う違う、近所を通り歩いてて外配信で、あで、あね、同じふわち配信者が一回挨拶でもねちょっと盛り上げようと思ってコーヒー飲んだだけ。30分コーヒーお茶飲んだだけだよ、貧乏だからさ。コーヒーでもおごらせてって言って喫茶店で。俺クリーンじゃないよ俺クリーンじゃないよ、誰だかわかんないけど、なってるなってるなってるけど、あの俺はあなたが誰だかわかんない、うん、あーわかるか、 KP 投げてくれたか。ちょ今確認するよ、誰だろう。ああなんだお前か、お茶ありがとう。まあ、クリーンも何もないでしょ、俺クリーンじゃないから。もともと前科2班でこの世界入ってんだから。私だよ、ちょっと待って、あなたでしょ。久しぶりにワドさんワドさんって言ってたから、ああまあでも俺別に嫌いじゃないよ、俺別に嫌いじゃない、絡みがないだけで、あの面白いよ。っていうか普通にいい子だったんだよ、金梅さんと絡む前までは。次償ったからもうクリーン。いやいや世間はそんな甘くないよ、世間の評判はそんな甘くないよ。一回前科つくってことはもう一生のレッテルだから、一生のレッテル。まあ法的に言ったらね、一応あの罪は償ったことにはなるんだけど、世間様は許してくんないもんよ。うん、ありがとうありがとう。まあでもまあ俺は別にこういう関係自分で普通にやるよ、うん、誰々と絡むなとか言われてもいや別にね、映画とかも撮ってるし、そう俺そういうの嫌いだからさ、別に、うん、あの仕事でやってるから配信は、うん、被害者ではないからねあなたはあなたが被害者だったらあれだけど、金前さんと絡んでから変わっちゃったんだ。そうだよ、普通におとなしい配信者だった。っていうか、あの、怒りっぽいところは怒りっぽいんじゃない？だから、炎上系になっちゃうんだよ。金梅さんと絡むと女配信者みんなそうなるじゃん。金梅イズムになっちゃうんだよ。違いに流そうかな。うん、朝比奈、朝比奈。ここまで素直にアイテム投げないなら、ダメとか言ってくれるの好き。ああ、いや別にアイテム投げないからダメなんじゃなくて、いや普通にアイテム投げて応援してよって言ってるだけなんだけどな、うん、売り上げ悪いから稼ぎてえから稼がせてくれって訴えかけてるだけで、結構シンプルにストレートな性格だと思うよ、うん、金欲しいじゃん、みんなもそうでしょ。仕事っつうかまあ飯の種ぐらいに思ってるけど、タワクでアイテム投げてるからね。まあ俺は見るとき必ず、まあ少ないけどバーガー1個5円、
30分に1回10円使うっていう。俺の計算だとね、閲覧100いたら、まあ、ね、100人が10円投げたら500円になるから、1時間放送したら時給1000円。だからまあ、バーガー1個投げるのはマナーだと思ってて。うん、おもてなしじゃなくてマナーね。うん、だって30分に1回延長料かかるし、時給1000円ぐらいね、お世話になって楽しませてくれる人に入場料払わないで書きたいこと書いてたらダメでしょ、人として。俺はまあ最低限バーガー1個投げて、面白かったらバーガーもう1個投げてみたいな。そうそう、マナーだと思ってる、うん、俺はね。別にここにいる人にそれを強制はしないけど、まあ、できればねアイテムガツンと投げてもらいたいけどね。でもみんな貧乏でしょ。だから簡単なんだよ。ウェブマネーあるじゃん、コンビニエンスストアで。コンビニエンスストアで1ヶ月に1回給料日、俺1000円とか2000円買うの、ウェブマネーを。で、バーガーを、全部バーガーに買えるの。そしたらさ、バーガー200個とか、1ヶ月で使う分あるじゃん。30分に一発投げてごらん。うん、別に大したことないから。1ヶ月の配信でずっと遊ぶときに30分に1回バーガー投げるだけだもん。30分見えないから今度から30分以上見るときはバーガー何個投げればいいかな。いやいや、全然いいよ。あの、アイテムは気持ちだから好きなときに投げてくれれば何でもいいよ。俺が勝手にやってることだから、うん、別に投げない人にとやかく言うつもりないし、投げてくれる人はありがてえってだけだから。自由にやろうよ、自由に。マイルールでいこう。俺は自分のルール人に押し付けるの嫌だから。俺はね、でもね、このスタイルはね、クソカスカオスっていう配信者がバーガー必ず投げてて、あ、俺もバーガーカオスに見習おうと思って。で、まあ収入が上がってきたらハートとかパフェとかにランクアップしてこうかな、みたいな。そんな感じだね。稼げるようになったら、あの、ばらまく金も増やすみたいな。ありがとう、おやすみ。ありがとう、ありがとう。はいはい、行ってら。行ってら。戦場のメリークリスマスだね。いいよ。うん。おやすみ。のりこと仲良く、了解。あ、もともと俺のりこと仲いいよ、めちゃめちゃ仲良し、ラブラブだから。付き合って3年経つけどラブラブだから。のりこチェックも忘れるな。何のりこチェックって、何その専門用語、何のりこチェックって、ちょっとよくわかんねえんだけど。延長します。何のりこチェックって、どうした、
いや、のりこは全然味見してくんないよ。セックスレスだから、セックスレス。セックスレスだよ、俺。溜まってますよ、僕は。でもね、2日経ったんだけど、糖分取らなくなって、すげえ体調いい。服部先生の鍋、普通の主婦にはおすすめしない。あれ難しい、あのフライパン。あれね、2万って言ってたけど、それは1万円の鍋なの。あれはプロ用の鍋だね。火入れても、濡れた布巾とか銃とかよくやってるでしょ、プロって。ああいう風に使うね。火のコントロールが難しいフライパンだから、あれ買わない方がいいよ。ジオっていうフライパンなんだけど、鍋はすごくいい。鍋だったら熱の回る効率がいいから、鍋美味しくご飯とかも炊けるんだけど、フライパンはね、あんまりあれ使わない方がいい。慣れるまで1ヶ月ぐらいかかったかな、火加減。そう、ジオっていう服部先生プロデュースのフライパンなんだけど、あれはおすすめしないかな、ちょっと。癖が強すぎる、あのフライパン。あ、いやいや、お米は食べてる。要は、俺は砂糖のジュース類、コーラとか、そういうのと、あと、なんて言えばいいのかな。糖質制限っていうのは、炭水化物もコントロールするんだけど、スイーツをよく食べてたのね。それをやめた。砂糖類を断ってる感じかな。本当はお米の量を減らすとか、パンとか食べないと。あ、菓子パン、スイーツ、なんだっけ、あれをやめた。それだけだよ。糖質制限ダイエットやったことあるんだけど、1ヶ月でね、8キロぐらい痩せたかな。めちゃくちゃ痩せるんだよ。だけどね、普通の人はやんない方がいい。砂糖って考えたらいろんなものに入ってるような。だから糖分取りすぎってことよ、簡単に言うと。米は別に、炭水化物がなんでそんなに糖質大丈夫かっていうと、食物繊維が必ず入ってんの。自然界にある糖分って食物繊維が必ず含まれてんの。で、食物繊維って何なのかっていうと、体に吸収されない成分なのね。だからよく腸内環境を良くするっていうのは、体で吸収されないから、その葉っぱとかの繊維質が腸をきれいにしてくれるのよ。だからね、そう、糖分取るときは、そう、吸収されにくい食物繊維が必ず含まれてるっていう、自然界ってうまくできてるんだよ。だから。だからね、別に米とか普通の量食ってる分には問題ないと思うよ。砂糖はでもダイレクトじゃん。だからやばいのよ。だから、まあ、あんまりケーキとか菓子パンとか甘いもん食わなきゃならないよ。遺伝が1型っていうやつ、俺は2型っていうやつだろうって言われてる。要は体型とか見ても、症状とか見ても明らかに遺伝的じゃないって。遺伝、糖尿病の人周りにいないもん、俺の周りには。だから、まあ、生活習慣だよ、簡単に言ったら。生活習慣が悪いって感じ。外に負けてんなって、俺まだ枠開いたばっかりだよ。で、閲覧勝ち負けとかないから。
なんだ閲覧勝ち負けって。子供じゃねえんだから。コーヒーブラック。タリーズのね、ブラックなね、金の。タリーズ。ありがとう。お茶バクありがとうございます。サンキュー。お茶バクサンキュー。白米、麦は糖質最強、量を減らす。うん。だから、糖分を取る戦いなんだよ。その、人類の飢餓の歴史ってさ、糖分を欲し続けてるんだよ。だから DNA に刻まれてんの、糖分探そう糖分探そうって。だから血糖値が上がるとお腹いっぱいになるでしょ。満腹感を作るのが糖分だから。なんで部屋赤いん、赤いから。赤いからだね。いやー、俺グルテンフリーとかどうなんだろうなってあんまり調べてないからわかんないけど、さすがに小麦はやりすぎなんじゃないかなと思うけど、いやグルテンフリーはね、俺ちょっとやりすぎなんじゃないかなっていうのが俺の感想。そんなに体に悪いようには思えないけど、調べてないから何とも言えないかな。一発逆転とか狙ってないですよ、僕。一発逆転とか狙ってない。毎日コツコツ積み重ねるだけだよ。あーね、小麦粉ダメっていう人いるよね。まあ、食べ慣れてないからじゃん、アジア人が。ちょっと原因は俺もよくわかんないんだけど。仕事以外ご飯食わないんだ。まあ、芸能人ね、ロケ弁とか出るからな。日本の米が一番だね。北朝鮮の米めちゃくちゃうまいらしいよ。北朝鮮はすっごいうまいって聞いた。米が。ただ寿司とかには向かないんだって。粘りが強いから。ローラーの体グッとこないっつうか、ローラーがエロいと思ったことはないかな俺は。あんまり好きな顔でもないし。インド米もうまいんだ。インド米パサパサしてない？タイ米とかに近いんじゃないの？北朝鮮の米は日本じゃ買えないでしょ？無理でしょ。
ローラーやりすぎ？これ B 線かな、そうかな、まあまあまあ B 線なのかな、わかんないけど、あんまり気にしたことはないかな。いいんじゃない、自分がいいと思った人と付き合ってれば。ステゴの練習会決まったら告知をお願いします。いや俺ね、実はね、多分なんだけど対戦相手がみやびさんになるんだけど、カズさんがあのみやびさんのセコンドに付くんだって。だから練習どうしようかなと思って練習がカズさんに襲われなくなっちゃったから、契約の関係であの敵側とコンタクト取れないから、あ、まあ、吉岡佐藤法、可愛いと思うけどな。そんなにドストライクではないけど。いや、やばいよね。カズさん、向こう側になっちゃったよ。だから、まあ、今回どうなんだろうね。練習企画みたいなのやらないかもしんない、俺。できないね。だろうね。うん。まあ、弱点っていうか別に強くないから。思いっきりぶったたけば倒れるよって言うと思うよ、多分。思いっきりひっぱたいたらあいつ倒れるからって言ったら的確なアドバイスでしょ。ビッグダディなんだ。へえ。すごいね、汚いことしやがる。まあちょっと俺はショックだったけどね。まあしょうがないよね。まあ楽しみましょう、お祭りなんで。向こう側のセコンドね、カズンさんが。多分対戦相手みやびさんで決定だと思うよ。糖尿になっちゃった。糖尿の疑いだね。まあまあ糖尿のなんて言うんだろう、予備軍というか手前。テレチャンピオンおだてんの、誰も誰かおだててる、ちょっとわかんないな、みんなおだててんの。俺は別に全員おだててるとか思わないけど、
まあ敗退組リベンジで決定でしょう、メンツ的に考えて。だって俺とアウトサイダーの人がやっても勝てるわけないもん。さすがにマッチメイクに無理があるってみんな気づいてるわけじゃん。俺が原田芳樹さんに挑戦しても勝てる要素ないでしょ。そこはまあ、宮城さんになんじゃないの？普通に考えたら。まあどうなんだろうね、冷めるかどうか。配信者格闘技祭じゃなくなってきてるような、ぶっちゃけた話。それは思う。配信者格闘技祭ではなくなってきたなっていう。まあ、いいんじゃない、最後だし。俺がやるわけじゃないから俺は平気だね。金牌さんそんな弱くないと思うけど。辰彦に席譲れとかじゃなくて、それは辰彦が人気ないからでしょ、配信者として。自分のポジションは自分で作りなよ。席譲るとかそういう問題じゃないんだって。配信者として有名でチケットさばける判断があったら、普通にプロモーター出すでしょ。そうじゃない？いや、だから糖質制限だからケーキとか食べられないよ。むしろケーキ食べたいって言ったらのりこに止められたよ。和田さんダメでしょって、柿ピー食べなさいって言われて、柿ピーポリポリ食べて終わったよ、俺のクリスマスは。原田さんに勝ったら100万円、まあ相当厳しいだろうね、キックボクシングで。原田さんに勝つって。しかも1ラウンドでしょ。本当のプロじゃないと難しいでしょ。本当のプロじゃないと。いやいやいや、プロ格闘家とやるってどれだけ大変かよ。なんだろう。なんだろうな。なんだろう。いや、原田さんの腕の太さとか体のでかさ知ってるからな。 いや、俺さっき手料理俺が作ったけど、無理ゲーだよ。だからプロとプロでやってっていうレベルでしょ。まあ面白いと思うけどね、亀田興起の時みたいにね。面白い試みだから、ワンチャン誰かが取ったら100万円よりもすごい名誉が手に入るからね。100万円どころの話じゃないよ。原田さんに勝ったって一生言えるんだよ。強ってずっと地元のヒーローでしょ。すごいよね。糖尿検査キットアマゾン2000円ぐらいで買えるぞ。星モーリスト入れる？プロカメラマンの和道には素人も僕でも写真で余裕で勝てますよ。プロカメラマンズが、俺は別になんかたまたま運が良くて、つながりのおかげで、いきなりなんかズルだよね。カメラ業界の人からしたら。学校行ったわけでもさ、なんでもないのにさ、ズルだよ、ズル。
まあたまたまその仕事もらえてるからいきなりプロデビューしてるだけで、まあもともとね配信とかやってたし、まあたまたまセンスあったんでしょ、あとつながりが良かったんでしょ。初めて3ヶ月でもう給料もらってるからね。チートだよね、完全に。いや、普通に5、6年カメラずっとやってプロ目指してる人からずりーよって言われるような話だと思うよ。なんだそれよって ふざけんじゃねえよみたいな。ない話だよね。まあコネクションが全てでしょう。コネクション大事っつうか、俺世の中で最も重要な能力の一つだと思うよ、コミュ力って。コミュ力とコミュニケーション、コネクションはめちゃくちゃ大事だよ。だから何をやるかよりも下手したら誰とやるのかの方が重要だからね。思いません？少なくとも俺はそう思うけどね。審判の判定どの辺に気に入らないの？なんかボクシングルールだったのにクリンチもしてないのに話すのはちょっと納得いかなかったけど、まあ負けは負けで納得してんだけど、なんかあの審判下手だよね。なんかボクシングルールなのにこの距離で打ち合いしてたら止めるんだよ。なんで？ K1 じゃないし、クリンチもしてないんだよ。あれおかしいよね、アマチュアだとしても。あの審判下手すぎ。和田さんだったらあんなことやんないよ。29号さん NG ワードだよ。次書いたらブロック。おかしいよね、あれは。あれはさすがにね、ちょっとね、やりづらかったね、正直言うと。ポンコツ審判だよ、ポンコツ審判。まあ、それくらいかな。
コネクションめちゃめちゃ大事だよね。コネクションはめちゃくちゃ大事だよ。まあね、楽しくいこう。SNS があるのそこでかいよね。あのコネがなくても実力、本当の実力があれば、 SNS があるから、拡散があるから、すげえって思われたらリツイートリツイートとかで、あの一瞬で有名になれるから、昔よりはチャンスはコネクションなくてもいけるっていう、それは正しいと思う。ただ圧倒的な実力だよね。普通の人からするとコネクション全てだと思うよ。まだまだ。タヌキ終了。なんだろう、タヌキ終了。まあ、継続強いよね。でも継続しないとダメだよね。でもまあなんか俺が嫌いなのは、なんか努力してれば全部あのなんとかなるって言ってる人は俺は嘘つきだと思ってるね。あの俺努力論大嫌いで。努力をしたら全てが報われるって思ってる人は頭悪い人だと思ってる。努力はして当たり前のものだから。あと他人にその努力を強いてる人は、まあ自分の利益を求めてる人だよね。努力は自分で勝手にやるもんだし、好きこそものの上手なれって言葉の方が好きかな。配信歴は俺6年かな。俺が始めた時ゆいがさんが引退してたね。ゆいがさん2年間ぐらい引退してた。俺はだからなんか初めて配信した時2代目ゆいがって言われてたもん。ゆいがの後継者お前だって、過疎だった頃ね。非常に不名誉だよね。
そうそう、6プラスなんだよね。新しい iPhone 欲しい。もうなんかアプリが止まるんだよね、途中で。え、ユーナさん、俺の話してんだ。へえ。絡み全然ないのにな。なんで俺の話してんだろう。2回しか会ったことないけど。はい、ワダツー。よっさんはやっぱ持ってるね。生主はね、面白いね。嘘、体調崩したの？マジか。クリスマスなのに。ついてねえな。体ゆっくり休めって神様が言ってんだよ。経済的に将来性ないのかな？将来性とかあんま考えてやってねえかんな、俺ら。最初から、だって俺らが配信始めた頃なんかさ、お金なんか手に入らなかったもん。もともとたまたま運が良くてさ、稼げるようになっただけだから、将来性とか別に考えてやってないよ。遊んでるだけ。遊んでるだけだよ。配信でね。それが今の人の感覚なんだって。配信で稼げたのたまたまだよ。運が良かっただけ。そうそう、その日暮らし楽しいからやってるだけの。もともと俺ら何も持ってないやつなんだから、何も持ってないからこれをやってただけだもん。楽しいっていうだけだよ。まあホームレスになってもいいんじゃないの。もともと俺ホームレス3回やってるし。まったりゆっくり休みな。バランスだよ、バランス。一番さ、仕事に一番大事なのはバランスだよ。ドキュメンタリーは別に撮らないかな。別に普通の生活してるだけだから、普通のっていうか、ただ飯食って寝て配信やってるだけだから、ドキュメンタリーになりようがないよね。ラコさんね、惜しい人を亡くしたよね、本当にね。惜しい人を亡くしたよ。成績2位か。まあ2番の時もあるよ。うん。1番だったんだ、ずっと。
クリスマスらしいこと何もしてないかな。何もしてないですね。まあご覧の通りですね。はい、何もしてないです。あ、クリスマスプレゼント届いたよ。黒猫ヤマト着払いで152万円の着払い。リスナーさんありがとうございます。明日受け取ろうと思います。152万円の着払いが来ました。ほんといい加減にしろよ。ほんとになんと特に変わらないよ。ちょっと寂しいだけだよね。なんか取り残されてる感じがして。あ、もしよかったらコンティニーコインください。コンティニーコインお願いします。150、152万円を笑うでしょこれ。いや刑事事件のレベルだよ本当に。いや明日ちょっと問い合わせしてみる。面白いからネタ投下してもらったから、アンチが久々にネタ投下してくれたんだ。面白いやついるよな。震えて眠れアンチよ、震えて眠れ。オフィス来たの入ってないよ。アンチ多いね。うん。アンチ多いっすね。バカだよね。っていうか着払いで100万単位できるんだと思って。ありがとう、コンティニューコインありがとう。いや覚悟決めないとまずいでしょう。だから本当にあの自殺まがいの。あの刑事事件前科ついても構わねえっていうアンチ活動でしょ、うん、本気のやつだよ。本気のやつ、俺はどうなったって構わねえって、こいつに一矢報いてやるっていうない頭で考えたのがアマゾンの超高額商品を送りつけるっていう着払いで。バカすぎる。コンティニューコインっていうアイテムがあるんだよ。コンティニューコインがないと延長できない。まあでもきっとそんなやつは一生もない糖質だろうな。いや、かっこいいじゃん。俺はそれを全力で受け止めるよ。ネタにさせてもらいますよ。その、俺は正直このアンチ嫌いじゃないよ。150… 逮捕されても構わないっつって。152万円。めちゃめちゃ面白いじゃん。152万円。まあ処分は書類送検ぐらいでしょ。20日交流でお前いい加減にしろよって怒られて臭い飯食って終わりだよ、うん、何だろう、何が届くんだろうね。酸素カプセルとかかな。何だろう、いや小物じゃないの、なんかブランドもんの、うん、働いてないですよ、うん。2箇所で配信するな。いいじゃんいいじゃん別に。こっちはこっちで盛り上がってんだから。はい、ワドツおはよう。食べていけるの不安ない？食べていけるかどうかわかんないけど不安はない、うん、遊んでるだけ。おすすめ載ってないもん。機材はだからまあ嘘だった。あれ機材の額トータルするといくらだ。150万じゃないよな。何なんだろう、うん、カメラマンはまあ月2万ぐらい、
いただいてますね。カメラの仕事が入ったらまあ2万ぐらい。ありがとう。書類送検で終わんのかな。株主総会行ってくる。朝5時41分だよ。休日、え、この時期に株主総会開いてる会社あんの？大丈夫か？年末に株主総会あんの？わかんないけど、俺株主とかになったことないから。いや、単純に人気がないだけでしょ。おすすめされてないだけでしょ。はい、わざつ14人でふわっちで、ふわっちじゃない、ツイキャスおすすめにならない。1000人ぐらい呼ばないと、おすすめになるには。初見さんいらっしゃい。石田ゆり子、釣りだったね。来なかったね。10万円の天ギフ、来なかった。20人くらいのやつポンポン表示されてるけど、どういうサウナ？なんかアイテムをたくさん盛らないと乗らないらしいね。ちょっと俺もよくわかんない、ツイキャスのことは。レベルは低いよ。21。ドカソだよ、ドカソ。いい感じの部屋、ありがとうございます。まあまあ、アンチばっかだね、俺は。ヒールだからね。完全なヒールだから。ああ、ありがとう。オーナメントありがとう。ありがとう、オーナメントありがとう。へえ、一人でも表示されるんだ。へえ、レベルいくつぐらいの子？なんだろうね。運営さんの気分なんだろうね。オーナメントありがとう、サンキュー。ありがとうございます。これ、オーナメントのアイテムって何なんだろうね。ただ無料ポイントでマンスリー上がるだけだよね。いや別にヒールになりたいとは思ってないけど、何を理由に自分は糖尿病だと思ったの？喉が渇いて1日8リッターぐらい水飲む。トイレに1日10回以上行くの。多い日は12回ぐらい行くのね。で、なんか最近運動一切してないのに寝るときに足がつるの。この辺とか太ももの、なんつうの、膝の裏がつるので、疲れが寝ても取れないので、朝喉カラッカラになるの。おしっこ泡立つので、それを便所太郎さんに糖尿病、リスナーから糖尿だよって言われてたんだけど、初期症状だよって言われてたんだけど、便所さんに相談したら、あ、もうロイヤルストレートフラッシュで、もうほぼ間違いないって言われて、で村野さんにも、あーって来たねって言って、でまだ間に合うから、薬とかいらない段階だから、ウォーキングともう砂糖やめた方がいいよって言われた。水だけじゃないよ。
ジュースとか、その全部含めてだよ、お茶とか。まあ、そんな感じだね。フォローしてるからじゃないの、3号さんが。通知登録入れてるからでしょ。1型じゃないと思う。2型だって言ってたね。詳しいリスナーさんは2型だって言ってた。要は生活習慣が悪いってことでしょ。喉渇くんだよ。ほら。こうやって、下に空き缶だらけだよ。よく水飲んでるイメージない？自分の人生面白くないかな。インスリンはもうゆっくり死ぬ段階だって。インシュリン打ち始めたらもう10年以内にゆっくり死んでいくんだって。保険なしの状態糖尿になったらマジでやばいぞ。まあやばいね、焦ってるね。まあ体調管理もそうだよね。まあ年ってことだよ。病院で検査はしてないよ。こんばんはかな、おはようかな、おはよう、おはようございます。砂糖を送っていい？いいよ、もういらないよ。 砂糖とかもういらないよ。お水に変えた方がいいのかな。水にした方がいいのかな。どうなんだろう。怖いね、怖いね、本当に。怖いよ。おはようだね。コーヒー無糖。甘いコーヒーあんま好きじゃないんだよね。コーヒー無糖だね。インスリンは辛いから予防してね。はい、頑張ります。予防しないとね。まあ治るもん治んないよね。水の方がいいのかな。お茶は大丈夫なのかな。ウーロン茶とか。お茶は大丈夫なのかな。お茶は大丈夫だ。まあ運動しないとね。
ロング配信だね。うん、ありがとう、心配してくれて。きなことバナナ最高。パトさんかな。パトさんいらっしゃい。そうそう、よっさん糖尿病。いや、よっさんはまだ打ってないのか。その手前のやつだね。で、本当にやばいやつは、インスリンってやつだね。要は、糖分を分解できなくなるの。もうし、足とか腐っていくの。目も失明するとか。お酒はね、まあ、ほぼ飲まないから大丈夫。お酒は飲まない、俺は。大丈夫だよ。体重はね、73キロだから結構デブだね。65キロぐらいにしたいかな。今のなんだろう、感覚っていうか、体調がいいなと思うのは65とか66キロとかそれくらいですね。太ったよね。すごい太った。俺バカだよ。身長170だから結構太いね。おはよう。もしよかったらコンティニーコインいただけると嬉しいです。インスリンボールとの戦い、やばいらしいよね。みんな本当に気をつけた方がいいよって言ってる。そんなに悪くない。いやー、人生で一番太ってるかな。かわいいや。体バッキバキ。あと半年だかんな、ラストバトル。毎日、日々毎日って早いけど、一日って単位どう思う？単位をどう思うか？え？センチメートルとか、キログラムとか、24時間っていう単位をどう思うか？哲学的だなぁ、うちのリスナーは。一日という単位についてどう思うのか？考えたこともなかったな。香ばしいな。一日という単位についてどう思うのか。そうだね。考えたこともなかったな。何も思わないかな。どうも思わないかな。捨て頃はね、来年の6月ですね。ありがとう。それで OK ですね。待ってます、漫画のホーリーランドよりも俺はベルセルク派だったかな。いや、漫画は読んでも強くなんないよ。ちゃんと答えてやれ。いや、24時間についてどうも思わないから、何にも思わない。ハートありがとう。いや、別になんか哲学的なんだろうね。なんかピュアなんだろうなって。いい感性持ってるから、その感性大事にしてください。さっきの質問してくれた人は、バキは読んだら強くなるよ。バキと初めの一歩は強くなるけど、ホーリーランドは強くなんない、ああ、人によって流れてる時間の感覚が違うから。まあ、そりゃそうでしょ。相対性でも。だから、物理学的な時間と人間が体感で感じてる時間っていうのは意味が違うから、同じ感じが当てはまってるけど、
だから星の運動と自分の体感してる時間は違うと言われてるよね。あと、時間がどんどん遅くなってる、寿命がどんどん伸びてるっていうのは結構言われてることで。あ、あるある。なんだっけな、ゼロじゃなくて、なんだっけ、松本太陽。ゼロだっけ、読んでないんだよね、まだ。あれどうなんだろう、松本太陽。ゼロだっけ、ボクシング。読みたいな。この世界は仮想現実だと思う。おお、仏教的だね。仮想現実だと思ったとしても現実からは逃れられないと思ってるから、まあ、仮想現実だと思っても現実だと思っても何も変わらないと思ってるかな。毎日楽しく過ごすこと、コントロールできることにしか興味がないかな。神様がいるとかいないとか、宇宙人がいるとかいないとか、仮想現実だとか、なんかロスチャイルドがって言っても自分の人生変わんないから、できることをやるって感じかな。まあ19歳ぐらいあたりが半分。まあそうだろうね。よく言われてんのは、1歳の1年は1分の1じゃん。で、20歳の1年間は20分の1じゃん。で、100歳の1年は100分の1だから、1歳の1年と100歳の1年は100倍体感が違うなんていうね。そういう話とかもあるよね。俺は時間がないっていう、そう、人間が考える、そう、体感の方の時間はないって。ただ運動をしてるだけだっていうのが俺の考え方だから。2019年か。俺2020年かな。変わるなと思ってんのは。2020年に劇的に変わるだろうなって思ってる。まあ、やっぱり動物とか見てても死の概念と未来死ぬっていう概念と時間の概念ってないなっていうふうに思うね。反射で生きてるように見える。それはね、2017年のデータで、シンギュラリティっていうのが2045年に起こるって言われてたの。コンピューターのチップが、レバレッジが効いて、どん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 進化していって、コンピューターの神経回路の、その伝達回路、CPU の、伸び率、計算の処理速度の伸び率と、人間の脳みそが持ってるシナプスの数が、コンピューターの方が人間を超えるっていうタイミングが2045年って言われてたんだけど、実はね、この成長スピードが去年ね、確か止まったんだよ。成長はしてるんだけど、レバレッジが効かなくなったの。だからね、俺、シンギュラリティは来ないっていうのが俺の読みかな。来るんだけど、2045年じゃなくてもっと先、2200年とかそういう風になるんじゃないかなと思ってる。延長します。ゲロシュタイナー博士の一日。ゲロシュタイナー博士の一日で検索しても何も出てこないな。ゴーストは存在するのじゃなくて、人間だけが持ってる直感みたいなものをゴーストっていうふうに呼んだわけだから。アートマンでしょ。俺はまあ仏教の勉強をしてて、アートマンはないっていうのが俺の考え方だから。そう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 。いつも同時だよ。ほぼ同時。
ふわっちとツイキャス同時ですね。ありがとう、52号さん、花火ありがとう。ありがとうございます。よろしくお願いします。ゲロシ、フランケンシュタイナー練習しろ、うん。フランチャイズの意味を教えてください。フランチャイズっていうのは、例えば大元のフランチャイズの会社があるじゃん。セブンイレブンの会社で言ったらセブン&アイホールディングスとか。で、そこが作ったノウハウとか、店の看板、まあ、のれん分けっていう仕組みに近いんだけれども、なんていうのかな。町の商店とか、まあ、なんでも転用できるんだけど、300万とか、例えば、セブンイレブンが確かフランチャイズ契約するのが、1000万だったかな。ちょっと今の価格わかんないんだけど、で、ローソンが300万。ファミリーマートいくらだったかな ?600 万だったかなっていう風に、本社にお金をまず払うの。そうすると、それで施工をして、看板とか全部、そのブランドが使えるようになる。で、カタログが渡されて、この中から選んでオーナーが陳列をすると。で、売り上げの 1% をフランチャイズの本社の方に払うっていう、そういう仕組みなんだけど、フランチャイズの意味を教えてくださいっていうか、仕組みになるのか。そういうそのビジネスモデルがフランチャイズ。大元が持ってるブランドとか商品とかを使えるようになって、その、なんて言うんだろう。まあ商売のコンサルをしてもらいながら看板も使えて商品も取り扱えるっていうのがフランチャイズだね。1500万なんだ今。62号さん、高っ。ありがとう。フランチャイズ2店舗以上やらんと美味しくない。うん。そうそうそう、釈迦はアートマンの否定をしたの。でか、釈迦はそもそもアートマンの否定をしてるんじゃなくて、ウパニシャット哲学っていう、凡が一によっていう考え方を否定した人が、要はね、バラモン教のカウンターカルチャーで生まれたのが仏教の。で、ブッダがどう明確に凡が一によ、ウパニシャットを否定したかっていうと、アートマンはそもそも存在しないって言ったんだよ。売り上げ悪いと本社から怒られるんでしょ。まあそりゃそうでしょ、うん、ただ会社の契約とは違うの。子会社になるとか株の関係じゃん。だからフランチャイズの面白いところって取引なんだよ。本社と個人の商店の関係が。だからオーナーはセブン&アイホールディングスじゃないの。オーナーはあくまでも出資したオーナーなの。あ、そうなんだ。四ツ谷で金持ってるね。29号さんマック3000万なんだ。基本的に俺はそうかな。自分からあんま喋るタイプではないかもしんない。もうコメントない時とか普通にボケーっとツイッターとか見てるよ。ゲームやってたりとか。うん。基本的にあんま自分から喋らなくなったな。うん。質問が来たりとか喋りたいことがある時だと喋って、それ以外黙ってるね。コメント来るまで無言無言。これは喋ってみて、何について喋ればいい、何について何分間喋ればいい。毎日10時間ぐらい喋ってるからな。
もうそれも6年やってるから喋りたいことないね、あんまり。特に。あんまりね、なんか喋らないんだよ、プライベート。結構ね、人の話を聞くのが好きだったりするんだよね。最近女を抱いた、おい、うん、抱いてないかな。喋りすぎっていうか、まあ配信しね、これで飯食ってるわけだからしょうがないよね。しょうがない、それは。飯の種だから。これやんないと飯食えないからさ。できそうなカバンについて知りたい。ああ、了解です。こちらですね。これね、渋谷にある30年ぐらいの老舗で、ヘルツっていう、カバンなんですよ。ヘルツっていうブランドなんですよ。で、このカバンのコンセプトが、すごい素敵なキャッチコピーで、20年後息子に譲れるカバンっていうのが、このバッグのそのキャッチコピーの。でね、ネットでね、これをたまたま偶然見つけて、何年ぐらい欲しかったのかな？もう10年ぐらいこれ絶対手に入れようと思って。すごく無骨な作りでね、このヘルツのカバンって、布とか一切使ってないの。全部本革だけで作ってるの。で、もう使い始めて3年か2年か3年ぐらい経ってるんだけど、いいでしょ？使えば使うほど味が出てくるっていう。そう、革はね、色はね、5種類から選べるんだけど、すごく頑丈ですごく無骨な作りでいいんですよ。ヘルツっていうカバンですね。財布もヘルツ1個使ってるかな、小銭入れ。これもヘルツだね。同じ革の色なんだけど、財布の方が色が濃くなってるね。手の油吸ってるから。そう、使えば使うほど色が濃くなるから。財布はまだ1年使ってないのに、やっぱ手の油吸うから色が濃くなる。だからこのカバンも使い込んだらこういう色になるんだけど。そう、これがヘルツっていうメーカーですね。ネット販売とかもしてるよ。水に弱いね。ヘルツはまあ一生ものって言われてる、本当に一生もの。まあ結構ね、すごい長い老舗ですよ、ヘルツは。昔からあるブランドで、渋谷か、表参道の裏、どこになんだろう、渋谷なのかな、あれは。ヘルツ、アンチを名誉毀損で訴えたら儲かると思う。儲かるだろうね、一個一個やっていけば。確実に名誉毀損だから。だけど俺、アンチがなんか敵だとは思えないんだよね。なんだろう、っていうのも実際に嫌がらせをされたことがほとんどなくて、言葉ではきついこと言うんだけど、俺配信、なんだろう、一番怖いのは見てもらえないことだと思ってて、アンチって言ってるけど敵ではないかなっていう。まあまあ、俺のこと嫌いな人はいっぱいいるだろうっていう。で、そんなの一個一個ね、気にしてたら、配信なんかやるべきじゃないし。まあ、訴えるとか言ってたらバカでしょ。どんだけ俺のこと嫌いな人間が世の中にいると思ってんだっていう。ただ、その代わり、まあ1割ぐらいかもしんないけど、俺によくしてくれる人がいるから、俺に関心がない人の方が俺は怖いよ。ああ、そうだね。リスナー鏡だね。スッタニパータはどの翻訳が一番わかりやすい？中村はじめさんしか読んでないけど。
なんだっけ、ブッダの言葉だっけ。中本はじめさんだっけ。ちょっとごめん、うろ覚えで申し訳ないけど。ブッダの言葉だったかな。中本はじめ？え？中、なんだっけ？中なん、中村はじめさんだっけな。俺ちょっと、ごめん、パッと出てこないわ。ヘルツ一部製品に合皮使ってて訴えられてたよ。ええー、そうなんだ。あね、ちょっとね、俺も、本店に行った時にね、新作の皮がちょっとダミーっぽいなっていうのはあった。要はメインのラインナップの5種類の皮はこれ絶対本革なの、どう考えても。でもね、ちょっと変だなっていう皮はあったね。なんか新作秋のトレンドみたいな、新しい皮を仕入れてて、期間限定みたいな、多分それじゃないの。このカバンはね、カスタムしてもらったから、5万いくらだったかな？ 5 万5千円ぐらいいったかな？これ、リュックサック仕様、スリーウェイって言うんだけど、リュックにしてもらったから、カスタムをしてくれんの。だから、ここの手の持つところだけ色変えたりとか、あとね、裏のチャックの位置を下げてもらったりとか、いろいろ細かく調整してもらった。一個一個手作りなの。だから、この手持ちいらないとかもできるの。まあ、手持ちいらないってバッグでありえないけど、このショウの外してくれとかもやってくれるよ。このベルトの色だけ緑に変えてくれとか、ここのベルト2つだけを赤にしてくれとか、茶色とか黒とかにしてくれとか、全部やってくれる。ここの部分いらないとか。ショルダーがメインで、ショルダーとリュックタイプにできるように改造してもらった、これは。もうほんと最初真っ赤だったんだけど、油が染み込んで、そう、黒っぽく沈んでいくっていう。皮が柔らかくて黒くなっていくの、皮って。だから最初ランドセルみたいな真っ赤だったよ。これお坊さんではないですね。 お坊さんになろうと思ったって、俺坊さんじゃないですよ。ブッディストではないです、僕は。僕は無宗教なんで。これショルダー痛いね。痛い。でも、クッション付きのか、あのショルダーの革とかも売ってるから、1万円ぐらいで。ベルトカスタムすりゃいい、高いやつに。クッション付きの革とかも売ってるから、ヘルツに。俺は予算の関係で安いやつにしてもらったの。お前さ、クリスマスにさ、仏教の話してんの俺ぐらいだぞ、多分。大丈夫か、ここのリスナー。クリスマスイエーイ、プレゼント開封するぞーとかさ、そんな話ばっかりしてさ、シャンパン飲むぞーとか言ってんのに、この枠のトーンだけ、スッタニパータ、どの翻訳がおすすめ？ ふむふむってなってんだよ、150人が。誰も突っ込まないのがいいよね。クリスマスの日に「スッタニパータ」っていうワードが飛び交うっていう。面白いよね。ここだけだよ、本当に。うち連投 NG だよ。気をつけて。壊れた。クリスマスプレゼント何も買ってないね。 なんかいるって言ったけど、いらないって。何もしてないっすね。
のんちゃんは物欲ないね。皆無だね。だから、リーバイスの501と、エアガン、あと、この前2万円の、画材を買ってあげたぐらいで、何にもしてないな、ほとんど。まあ、細かいのはたまに、なんか買ったりとかするけど。どうだろうね。いや、クリスマスプレゼント全然いいと思うよ。全然いいと思うよ。何でもプレゼントとか人を喜ばせるのが好きな人はいい人でしょ。そうそう のんちゃんは魔力が欲しいんだ。俺普通じゃないから クリスマスぐらいね、なんかねだってくれてもいいのにね。いいでしょ。おお、来たんだ。あ、コンティニーコインありがとう。おはよう。いらっしゃい。楽しんでってください。貯金なんてないよ。一応パソコンの貯金はあるけど。のんちゃんの作ったジーンズ、あれいろいろデニム知ってるの感じた。あ、エビス？のりこオリジナルのエビス。めちゃくちゃだよね。赤耳のエビスだからね。赤耳の501と恵比寿の融合だからもうめちゃめちゃ面白かったあれ。面白いよな、のりこは。幸せだよ。女にたかってるって俺のりこからたかってないけど。おはよう。最近、そうだね。ふわっちは今後、キツネメインでやっていくっていうことにした。おはようございます。いや、わかんないよ。恋愛は人それぞれだからさ、決まったルールなんかないし。わかんないよ。好きな人と一緒にいればいいんだよ。自分の感覚を信じて。わかんない。今そうしてるけど、未来のことは何も考えてない やりたいようにやってるだけ、手探り手探り。何も考えてないよ。不倫はどうもいいんじゃない？一回の人生だから。あ、まあ動画も力入れないとね。それは結構まともな意見だと思う。27号さん、
まあでもほら、日銭を稼がないといけないっていうのがあるから、俺の場合。やっぱ育てないといけないんだけど、将来的なこと考えたら、動画、広告料。だけどやっぱり、もう1日1000円とかばっかりだから、とにかく生活費を稼がないとっていう。家賃払えなくなった時に保険でのりこと付き合ってるって言ってたって、いつ言ったの？俺そんなこと言ったことないよ。生活保護、まあまあ嫌だけどね。嫌だけどね。スラムダンクすごいよね。今、新刊コミックスの売り上げ3位がスラムダンクじゃなかった？ 1 位が、ワンピース。2位が、なんだっけ、2位。ヒーローアカデミアとかいう新しい漫画？で、3位がスラムダンクなんだよね。すごくない？いまだに売れ続けてんだもんね。俺は宮城亮太。ナンバーワンガード。りょーちん大好きだね。めちゃくちゃかっこいい。宮城亮太。映画の資金たまってない、全然。あ、三井か、三井か。ツイキャスやらないって言ってたね。52号さん、なんで謝ってんの？おはよう。おはようございます。よろしくお願いします。レベルアップしてる？今日はね、今日の今のレベル21だね。昨日18だったっけ、レベル。おかげさまですね。まあ、こっからはゆっくりだろうね、レベル上がっていくのは。ツイキャスには狐枠はない。だから、狐枠、匿名はふわっちでずっとやっていく。うちのリスナーさん、匿名がいいっていう人、7割以上だから。ツイキャスにはないよね、狐枠ね。ニコ生系だから、俺は。匿名の方が、やっぱ書きやすいみたい、コメントが。あ、だって、俺、子供の頃やってたもん、スラムダンク。映画も見に行ったよ。お茶ありがとう。歌うま？かっこよかった。ありがとう。負けちゃったけどね。歌うま。
白熊スタンプありがとう。俺同時配信ですね、いつも。うん、両方ともやってるよ。まあまあ、たまにふわっちだけツイキャスだけって分けてるけど、基本的にこのパソコンでやるときは同時にやってますね。で、あの、キツネはふわっち、匿名はふわっちで、通常枠は、まあ、キャスっていうのがいいかなと思って。いるよ、いるよ、全然。ふわっちしか見てない人とか。優勝したのラムメロさんだね。すっごい有名な人なんでしょ、あの人は。ラムメロさんっていう人は。敵レースではないよ。うん、テル普通にへこんでたもん。キャス君ありがとう。あ、星ついたね。このカメラはね、ロジクールっていう、ここにある、こういうウェブカメラだよ、これ。ロジクールの、930かな ?900 番台っていうのがあって、ロジクールが定番っすよ。だいたい1万円から1、ウェブ、あの、ネットとかだと9000円とかで買えるけど、900番台は。あの、高いやつだと1万3000円ぐらいするかもしれない。ロジクールのウェブカメラで900番台。これは普通のウェブカメラですね。テルチャンピン主催テルだね。1回戦敗退しててへこんでたね、テル。ふわっちで閲覧5000集めたのは大成功なんじゃないかな。アウェー感っていうか、あれはもう無理だなと思ったよ。まず直樹兄さんにビール手渡したじゃん。でコメントわーって湧いたじゃん。うわうぜっと思ったの。なんか飲酒運転飲酒運転ってキャッキャしたから、嫌な流れだな、まだいけると思ったんだけど、そしたら後ろにのりゆきさんがわって出てきて、うわーもう終わったわと思って、行くな行くなって言って行ったら、あの女ドカーンでしょ、会場で。まだ行ける、俺はまだやれる、やってやるぜって言って、カラオケ流れた瞬間違う曲流れて、あもう無理だわって思って、もう心折れたの。だったら最後楽しんで歌ってやる、バンドカモンって思ったら、バンド全員演奏しないの。いじめでしょもはや。俺だけなんでバンド演奏しないのと思って、もうギターとかもこんなんなってたからね、ベースもギターもこんなんなってて、嘘だろうとか思って、あれひどいよね、なんで俺だけカラオケだけなんだよと思って。いじめでしょ。うん、あーすごい、プレゼントボックス10個もありがとう。メリクリー、ありがとうございます。どういうこと、いやわかんない。あの歌うま選手権っていうイベントに出たんだけど、にしても早起き。俺ね、夜中に起きて、大体
夜中から朝方活動するんですよ。そう、夜中から朝方活動。テルチャンピーは謝罪するべき。いや別に謝罪とかいらないけど、なんか嫌われてんなっていうね。のりゆきさん来た時は2000ぐらいだったね。一瞬遊びに来て、直樹兄さんの歌ってる時にパッて舞台イエーイ盛り上がってこうぜって言って帰った。だサービスでしょ。サービス。一気に増えてないね。じわ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 増えていった。1000、2000、3000、4000で気づいたら終わり5000だったかな。そんな感じだった。サーボーンなんで人気あるの？面白いんじゃないの？多分なんか人気者だよね。盛り上げるの上手だし、ほらキャスってパリピ文化だからさ、なんか盛り上げ上手な人気者って感じだよね。光眩しい感じ、シャイニー。若い子の文化だしね、キャスは。LINE ライブかインスタライブだと思うよ。そうだね。で、売上高だとショールームが1位、今年のね。ショールーム2位が17、3位がふわっちだったね。ツイキャスよりも売上はいいんだよね。ショールーム芸能人もしてるんだ、すごいね。
すごいな。まあ売り上げそれくらいあるってことは超人気サイトなんだろうね多分ね。じゃあ1回2時間経ったので終わりにしたいと思います。もしよかったら面白かったなと思った人はアイテム投げていただけるとありがたいです。またね10分ぐらい休憩したら放送やりたいと思います。お疲れ様です。キツネ86号さんおはよう。キツネ2号さん38万3989個目オーナメント玉を4個プレゼントしました。キツネ74号さん1位どこ。キツネ21号さん1位ショールームじゃないかな。キツネ2号さんおつ。キツネ46号さん脱税者に投げるアイテムなんてねえよ。キツネ33号さんイベントに合わせて配信してたんだな。